はい、こんにちは。今日もまあ遊戯王パックね、3パック開封していく動画なんですけど、今日はねもう狙ってるカードがあります。まあ、先にパックがこれなんですけど、これ3パックなんですけど、なんか近くのお店に行ったら、近くっつっても家からチャリ乗って電車乗って、またそこからチャリ乗るんで、50分くらいの、片道50分くらいの近い店なんですが、九神脳伝っていうカードがなんか2800円で売れるらしいんですよ、当たったらですけど。まあ、当たるか分かんないですけど、とりあえずそのカードを狙った方がすごい、狙ったっていうか、そのパックを買った方がすごい儲かるんじゃないかなっていうか、そういうすごいゲスな感じの考えに至りまして、まあ買ってきました。まあそんな考えを抱いてる時点でもう当たる気はしないんですが、まあ早速開けていきたいと思います。このパックナイトオブオーダー、ナイツオブオーダーは以前も、まあ、はい、以前持ったんですが、全54種類なんで、まあ、ちょっと当たりやすいかなっていう感じなんですけど、エクストラシークレットレアカード来ればいいですね。はい、というわけで、開けていきましょう。サイズ、はい、まあ、1パック目開けていったんですが、まあちょっといいのは出ないです。2パック目いきましょう。ハンプティダンティダンティ、ゲリラ怪盗、氷点同士、コケコッコ、急に可愛いやつが出てきました。まあ、これもやばいっすね。今回出ないとはまあ思うんですけど、何かしらのスーパーレアとかは本当に出てほしいなと思うんで、最後にかけましょう。はい、ラストです。終わりました。出ませんでしたね。しばらくこのパック買っていくっていうのもありかもしれないです。でしばらくはまあクラッシュオブリベリオンがね、箱で開封したんですけど、お店で売ってないんで、もう売り切れちゃって、はい、というわけなんで、まあしばらくはクロスオーバーソウルズかナイツオブオーダー買っていきたいなって思います。まあわかんないですけど、店になかったら間違うやつ買うかもしれないです。はい。いやー、結構外してますね。はい。というわけでご視聴ありがとうございました。Twitter の方やってるんで、ぜひね、まだフォロワー4人とか3人とか4人とかそんぐらいのレベルなんで、ぜひ来ていただけたらなと思います。動画のアップ状況とか、お知らせとかが、まあ、あるんで、ぜひ聞いてほしいなと思います。リンクのところ貼っとくんで行ってみてください。あとコメント評価よろしくお願いします。最後にチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。というわけで今日はありがとうございました。アバロンで会おう。